豊岡劇場で舞台挨拶をする王野博之氏。王野博之は日本の劇作家、脚本家、映画プロデューサー、演出家、作曲家、俳優、映画研究者、振付師。チャップリン研究家として知られ、日本チャップリン協会会長を務める。大阪府生まれ、劇団とっても便利で脚本、演出、作曲を担当。 ミュージカル劇団とっても便利です。作曲、脚本、演出を担当する。女優の小川真由美とジョイント公演を行うこともある。2003年にミュージカル、美しい人東京公演でアリス賞受賞。2008年には、大阪南場の新歌舞伎座の松井誠特別公演の演出を務め、新歌舞伎座史上最年少での演出家となった。その後、赤坂アクトシアター。 名古屋の味噌の座などでも演出をするなど、活動の幅を広げている。近年は、東映県会との交流を得て、切られ、役俳優の福本製造を客演に舞台を制作し、時代劇にも進出した。2003年に日本ヘラルド映画が、犬の生活以降の国内上映権を再購入し、同年5月から、 朝日新聞と日本ヘラルド映画の主催で、ラブチャップリン、チャップリン映画祭を行った際、劇場パンフレットを執筆した。淀川長春の死後、チャップリン評論家として台頭した。ラブチャップリン、チャップリン映画祭、ラブチャップリン DVD コレクターズエディションの監修も行い、2005年7月にロンドンで行われたチャップリン国際会議にも、 日本を代表して出席した。2009年には完全版 DV d セット、チャーリー・チャップリンメモリアルエディションの監修、ブックレット執筆。2006年に日本チャップリン協会が設立された。名誉会長は黒柳哲子、最高顧問にジョゼフィン・チャップリン、名誉顧問に山口敏子が就任。大野が発起人代表を務めた。 2006年3月25日から4月2日まで、大野のプロデュースで、チャップリンの日本と題して、高野トラシー品店と国際シンポジウムが、京都市と奈良市で開催された。京都市の国際シンポジウムでは、大野の他に、ジョゼフィン・チャップリン、黒柳哲子、チャップリン研究の権威のデイビッド・ロビンソン、ハリウッドで活躍する、日系人俳優のクライド・クサツラが講演した。 2007年3月24、25日に第2回チャップリン国際シンポジウムを京都市で3月29日には奈良市で開き、京都ではチャップリンの孫のチャーリーシストバリス、歌舞伎俳優の市川染五郎らと提談。2009年3月14、15日に第3回チャップリンフェスティバルを京都市で3月16日には大阪市で19日には 東京都で開き、チャップリンの4男のユージーン・チャップリンと対談した。2012年には、チャップリン・ザ・ルーツ、チャップリン初期、作品完全デジタルリマスター初公開に、総監修として携わった。現在、日本チャップリン協会会長を務める。ありがとうございます。